仕上げのジャンプ見ててね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？はは、うまくいったな。ん？何もしてないけど。ま、いいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。ああ、マジかよ。ああ、正面突破よりは人目につかない。そりゃそうかもしんねえけどよ。たった59階だ。そうだね。レースじゃねえからな。煽るなよ。どんな感じなんだろう。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。着いた頃には俺たちもヘロヘロだしな。レース配分を考えながら行こう。そろそろ休憩にしねえ。バレット
せにしてやめてもいいぜ。無理なら正直に言え。無理じゃねえよ。もうはい、二人とも黙って、じゃれ合っても階段は減らないよ。ティファ、俺は講義なら上で聞きます。研究や開発はずっと上の階だろ。ああ、その通りだ。何のこの意識。クラウド、バレットお願いね。ああ。え、聞こえないよ。バレットは任せてくれ。待てって。慣れたか。うん、さすがに。でももう大丈夫。よし、だったら行こうぜ。元気だね。休んでまったら一歩も進めねえ気がしてよ。いや、それは大変。さあ行こう。しかしこの階段いつまで続くんだ。さあ階段に聞いて。階段が答えるはずないだろう。ないぜ。その答えはないぜ。冗談のつもりだった。禁止にする。このルートはかったるいけどよ、先頭がないだけマシだな。やめろ。うん、やめて。
なんで。最近ないなって気づいてしまうと怒る。ああ、面倒事は大抵そうだな。おっと、どうすれ。黙って祈れ。やったな。本番はここからだ。よし、行こう。70、80、90、100、110。魔法濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる法令を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔法濃度、マテリア構造、ともに安定しています。核マテリアの質量増加を確認。検出。行くわよ。規定値を大幅に超え、なおも増殖中。領域内の至る所で結晶化を確認。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。は、スカイフロアね。名前通り洒落てんじゃねえか。行くぞ。